はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ほっこりする動画をちょっとやっていきましょう。今回は親との思い出選手権です。親との思い出を、まあ、みんなでね出してあったかい気持ちになるっていう風な企画をしていこうと思います。例えばかっちゃんの、はい、親との思い出、これ見てください。かっちゃんの思い出、就職の第一希望に受かって記念に親がこう旅行に連れてってくれたと。いいですね。なんか息子のね就職を祝って連れてってくれたと。で、1年後ですか、休職しました。こちら見てください。ゼルダ伝説、おばあちゃんと親がくれた当面の生活費で買った、ゼルダ伝説ティアーズオブザキングダムです。こちらを買ってしまったらしいです。楽しかった、ガチ感謝。これがこれになったのか。終わってる、終わってる、マジで切ないな。次、今度こそほっこりしましょう。こちら、僕は片親です。一番覚えてるのは、僕が6歳の時に親が目の前で喧嘩し始め、しばらくしたらパトカーが来ました。近くの人が通報したらしいです。その日は警察官は帰って行ったのですが、1週間後両親が離婚。そんな状況なので写真はないです。いいで。こういう感じになっていくのか、やっぱり50人クラフトで親の思い出選手権をやると。こういうテンションになるのかな。もう片方の親との思い出は、もう片方あのさ、もう片方って何？今日はほっこり会じゃないの？いや、ほっこりしましょう。次こそは、ほっこりストといえば、ウルンルーさんですよ。ウルンルー。東京に来る直前に家族で桜を見に行った時の写真です。この写真の場所以外にも、遠いところや身近な場所に連れてってくれて、どんなことも思い出です。厳しく温かく育ててくれた親も、何でも話を聞いてくれる仲のいい妹も、帰ると駆け寄ってくれる犬もみんな大好きです。離れて暮らすありがたみがわかりますね。あー、なるほどな。じゃあ、家族が、ウルンルーも東京でできるのかな？ね。新しい家族、できるか？いや、できたのか？トゥ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 。あれ？いない？今日。やめましょう！せっかくほっこりした写真なのに。うわ、ノー。うわ、ノー。そうですね、ちょっと、そうですね。ほっこりしますか。あのさ、マジで、なんなんマジこいつは、ほんまに。今日やる企画にね、動画の人はちょっとわかんないかもしれないんですけど、チョコボールを、まあ、買ってくる企画があって、それを全員で開封しようぜって企画があるんですよ。50分の1ぐらいだから、当たり確率が。みんなで開封しようみたいな感じの動画を撮ろうとして、で、それもするんだけど、親の写真選手権もやろうよって言ったら、イカオくん勘違いして、送ってきたんですよ。このチョコボールの写真、いや、おめえそれじゃねえよって言ってみんなの前で言ったら、イカオくんは悔しかったのか、チョコボールの話に絡めて、小さい時地球館欲しくて、親にチョコボール100個買ってきてもらって、銀のエンゼル5個出して応募してもらったって言って、こう、なんか、マジで、深い思い出だったのかな。まあ、なるほどな。早くやりたかったのかな、そんなに。まあ、ちょっと次行きますか。はい。な、これ。マジで。え？え？ちょっと待って、ええやつしさんなんですけど、親はいつもカメラ係に写真がないので、弟がいたの？ハリーポッターに家族に行ってきました。弟と釣り竿に読んでグータッチ。ええ真実じゃない？弟って何？ええ、それって、その、なんて言うんだろう。こう、普通の、その、こう、一般的な解釈の弟？いや、一般的な解釈というか、ま、なんというかこう、あ、同じってこと？って言い方ダメか。ちょっとあんま良くない。それちょっと、あ、同じ、なるほど。すいません。ちょっと言い方が下品で。いや、ほんと。今までさ、なんか存在なかったくない？なんで弟いないって思われてんの？いや、まず、お姉ちゃん感がない。間違いなく一人っ子オーラ出て、姉もいる？ちょっと待って待って。知らない知らない。ちょっと待って。ちょっと待って、家賃真ん中だよ？初耳だよ、そんなの。兄弟いる人間性してない。真ん中と一人っ子は結構似てくるけど、雰囲気。真ん中一番わがままになるから。よく弟と家で踊ってる、
普通に兄弟かわいそう。ちょっと待って、なになに、ちょっと待って、兄弟がかわいそうって何、どういうこと、普通にかわいそうってなんだよ。次行きましょう。次、慎吾さんです。馬さんですね。幼稚園の頃ハワイに行った時に買ってもらったディズニーの馬のキャラクターのぬいぐるみ。へえ、これが欲しくて店の中で泣きわめいたらしい。あー、これ買って帰んのこれみたいな感じになったんだろうな。次、あ、これいいな、これほっこりだわ。親に身長測ってもらって壁や柱に線引くやつ。あー、めっちゃいいじゃん。ハリウッド映画とかでよくあるよね、なんかこういうことやってるの。日本でもまああるっちゃあるけど、アメリカの映画とかだと木で硬かったりするから、なんかナイフで削ってガリガリガリってやってるけど。次ですね、これもほっこりだな。 MS、 母親と一緒にツーリングに行った時。めっちゃすごいいいね。愛知から石川まで日本を、縦断。そして母はその日帰らぬ人と。違うよね。はい、違う。ちょっとふざけてるだけですね。はい、多分。はい。やめろ、やめろ、マジ。何それ、意味もなく、そう、なんか、ゾワゾワさせるの。危ない、危ない。でもいいな。いやー、ロングツーリングいいな、ロングツーリング。次。ブッダ。ブッダ、実家かこれ。ブッダの。この時事件はありませんでした。天安門で特に事件はなく終わったらしいですね。うん。次です。次、ゲジゲジくん。これなんだこれ。何これ、かわいい。何これ。小6の時、夏休みに作った貯金箱です。今は何か同じことを一緒にする時間はありませんが、見守りながらアドバイスをたくさんくれたあの時間を鮮明に覚えています。いや、いいね。親との思い出選手権。次が、とんがり。家族なのか家族なのか。ニコラさんと夜ピクニックです。月が綺麗な夜、高速道路の上の端にシートを引き、高速道路の上の端にシートを引きを月見、そんなところにシートを引いていいのか。なんかこれってな、まあ日本とは言ってない、日本とは言ってないよ。ヨーロッパとかの話かな、多分。はい、ヨーロッパとかの話らしいですね。まあ、月見をしてっていう感じか。まあ、別にね、日本の話じゃない、別に言うてもまずい。いや別にまずいものかどうかわかんないよね。寝転んで空の月を見、どうして雲明るいとか、月の模様がウサギに見えないとか話しました。途中たまたま通りかかった自転車のおじさんに惹かれかけた、びっくりしました。いや、それ自転車のおじさんだ、びっくりするのは。びっくりするのは自転車のおじさんだろ、意味わかんねえ。次、ゴッドコータ。これ石川の能登のおばあちゃんの家に行った時らしいですね。はい、いいですね。でもう一枚画像が出て、これと。あー、なるほどね、これ好き。あー、これ美味しいよね、わかるよ。まあでもいいな、これ石川のさ、この魚とかうまそうじゃない、普通に。これいいよな、能登半島の魚でしょ、うまいだろう。新潟の魚はなんかうまいよな。新潟とか石川とか金沢あたりのあの辺のってうまいよね。次がこちら。たわけさんですね。たわけさん。こちら何でしょう、これは。家族との写真などあるわけないので、今食べているアヒルの頭を送ります。なるほどね。呪物に見えない。わかる、なんか。なんか、スクナの指これ、もしかして。なんか、呪物にしか見えないんだけど、なんだかの。これが親らしい。なるほどな。呪霊が閉じ込められてんのか、あの中に。次は、ノルチャ。時代を感じる。やべ、時代クソ感だが、服装が、時代が、なんか、一体何年前の写真なんだ、これは。私のパパ、優しくて大好きでした。高校生の時ぐらいまで父のワイシャツやネクタイを一緒に選びに行ったりしました。父は天涯孤独ですが、母方のいとこが多く、進学や進級の時にうなぎを親戚で集まってお祝いしました。その時の一コマ、私のパパはもう天国です。めっちゃなんか時代を感じていいね。あともう一枚さ、時代感じるのがあって、あのさ、オビワンってなんかすげえ古く感じる。なんかこれ、なんかこれもさ、30年ぐらい前の、なんか写真の感じ、なんか古く見えない。なんかすごい最近の写真なのかな。なんか明日日もおかしいし、なんかいろいろおかしいけど、これは一体
家の近くにある喫茶店によく連れてってもらいました。父はアイスコーヒー、私と妹は写真に写ってるでかいクリームソーダです。帰る頃にお腹が冷たくなってました。楽しそうですね。次はカワモンさん。かわいいですね。父と母は離婚しました。今使ってるスマートフォン、昔使ってるスマートフォン、全てのアルバムを探しましたが、どちらも写っていませんでした。で、まあ犬が写ってたってことかな。なるほど。なんでわら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 って何、何もわらわら要素ないだろ。次ですね。次、コノさん。コノさん、コノさん、これマジ、これマジ、ハッピーバースデーコノ、ちょっと待って、これマジ、え、どういうこと、親に祝われたってこと。ハッピーバースデーコノって書いてるよねこれ。マジか、マジか、私も春笑いだった。あの、コノさんとしてね、祝ってもらったの、親から。なるほど、なるほど。まあ、こっちが主人格で、まあ、元々のやつが副人格みたいな感じになったのかな。こっちがメインの人格になったらしい、どうやら。なるほどね。次が、チルノさん。よう、綺麗に写ってんな、これ。おー、これどこだ、これ。向こうの山は一体どこの山なんでしょう。チルノさんの説明は、長野で旅行。あ、イホガルプスか。へえ、いいですね。長野で旅行？ん？これ湖？これ川？これ何？これ海じゃないの？これ湖かなんかなの？これ。諏訪湖か。あー、そうなんだ。はえー。ええー、ですね。いいなー、旅行かー。俺さ、なんか旅行って思うとさ、俺、動画の在庫がないなって気持ちになってさ、全然なんか向いてこないんだよね、気持ちが。気持ちが向かない、なんかかわいそう。いや、なんか、え、撮影した方がよくねみたいな感じの気持ちになって、え、撮影した方がいいですよねみたいな話になるんだよな。じゃあ最後、くんさんのやつですね。こちらです。え、母親がちょっとシンガポールに旅行したいって言ったから、シンガポールに来た時の写真ですね。これ後ろがチャンギエアポートです。はい。うん、まあ、あの、父親は飛行機が怖いって言って来ませんでした。あの、飛行機が怖いし、海外は行かないって言って。かっちゃん、妊婦かと思った。ああ、お母さんもう一人妊娠か、いいね。もう一人俺弟いてもいいかなと思うから、妊娠して今から頑張っていただきたいね。確かにね、この前にね、これかかってるからね。弟欲しいの？あ、この年齢から弟いるのは全然大丈夫でしょ。まあ、できるわけないけど、弟いても全然いいですよ、俺。むしろ子供じゃんみたいなね。はい。ということで、そんな感じですか？あ、まだある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 。りんたろうがなんか俺の画像送ってきてるけど、スルーして。まこさん、親が買ってきたみかん。いや、なんか白くねえか。随分白いな。次。二重箱さん、親を案内したディズニー。あー、いいですね。仲良くていいですね。耳つけてる。バニーだ。若そう。あ、確かにわかる。で、うわ、最後こいつか。田辺、裁縫セット。わけがわからない。一応隣はなんか親父が使ってた目覚まし時計らしい。裁縫セット。あ、久しぶりに見た裁縫セット。まあまあ、裁縫セットね、まあ、まあね、さっきのでお家でよかった。裁縫セット落ち。確かになんかディズニーランドでなんかね、これ C かな、多分ディズニー C で終わりで良かったような気がするけど、裁縫セット落ちということで、ちゃんと文章あります。説明については、思い出は特にないですね。はい。思い出は特にないが、本当にどういうこと？俺にもわからない。じじ。